俺の名前は鈴木大輝。新卒で4年間勤めた会社を退職し、1週間前に無職になった。実家暮らしなので幸いなことに貯金は少しあるから、再就職は焦らず、しばらく休もうと思っている。それくらい、俺は精神的に参ってしまった。他人を信用できなくなり、社会に出て働くことが無理になってしまった。そんな俺を癒してくれたのは、美しい自然だった。仕事を辞めてから、俺は毎日車を運転して、海や山に出かけ、ぼーっと景色を眺めたり、読書をしたり、静かな時間を過ごした。その日も俺は、読みかけの文庫本を携えて、実家から車で30分ほどの海岸へ行った。海開きには早い時期なので、浜辺には誰もいない。車を降り、砂浜に座って本を読み始めると、俺は熱中してしまった。すぐそばに生き物の気配がして、はっと顔を上げると、真っ白で大きな犬がすぐそばにいて驚いた。すみません、この子、急に走り出して。と、犬の後ろから女性の声がしたので、俺は身構えた。動物は好きだが、人間は信用できない。犬を追いかけて走ってきたのは、スタイルのいい美人だった。髪型はポニーテールで、ショートパンツにタイツを履き、上はパーカーというラフな格好だが、それがとても似合っている。年齢は20代後半のように見えた。彼女はリードを引っ張って犬を引き寄せると、知らない人を驚かせちゃダメじゃない、と叱った。すると、犬はなんだか申し訳なさそうな顔をして、女性の足元にすり寄った。その様子を見て、俺は少しだけ警戒心を解くことができた。犬と信頼関係を結んでいる彼女は、少なくとも今まで俺を騙してきたような人間とは違うと思ったからだ。ごめんなさい、怪我してないですか？大丈夫です。よかった。あ、でも本に砂が。彼女に言われてみると、俺が手にしていた文庫本に砂がかかっていた。犬が走ってきた時にかかってしまったのだろう。俺は本を逆さにして、ページに挟まった砂を落とした。女性は心配そうな顔で、その様子を覗き込んできた。突然彼女が近づいてきたので、俺は驚き、思わず身を引いた。そんな俺の仕草に、彼女もビクッとして離れた。ごめんなさい、俺。私の方こそ、驚かせてごめんなさい。本は大丈夫ですか？はい。もしも問題があったら弁償しますので、ご連絡ください。彼女はそう言って、極力俺に近づかないようにしながら、名刺を渡してきた。俺は人間不信のトラウマが出てきてしまい、彼女とこれ以上話しているのは辛かった。なので、ろくに確認もせず、大丈夫です。ありがとうございます。と言って名刺をポケットにしまった。彼女は軽くお辞儀をして、犬を連れて去っていった。それが、俺と彼女の出会いだった。家に帰ってから、もらった名刺を確認して驚愕した。そこには、代表取締役社長、吉田美咲と書かれている。犬の散歩をしていたあの女性は、確かにできる OL という風貌だったが、まさか社長だったとは。次の日、俺はまた一人で車を走らせて、昨日の海岸へ向かった。単純にその場所が気に入ったという理由もあったが、吉田さんに会いたいという下心もあった。退職後、人間不信に陥って、実家の家族以外とは話さない生活をしていた俺だったが、不思議なことに、彼女とはもう一度話したいと思えた。本を読みながら夕方まで過ごしたが、彼女には会えなかった。そんな日が一週間は続いたが、俺は毎日飽きずに通い続けた。その執念が功を奏したのか、土曜の昼下がりに再び犬の散歩をする彼女と出会った。
俺はその時本を置いて海を見ていたので、遠くからやってくる彼女と白い犬の姿に気づいた。思わずパッと立ち上がり手を振った。彼女たちは俺に近づいてきた。こんにちは。この間はすみません。今日も読書ですか？はい、ここが落ち着くんで。と俺が言うと、それまでおとなしかった犬が尻尾を振りながら近づいてきた。慌てて止めようとする彼女を制止して、俺は犬の頭を撫でた。この子、名前なんて言うんですか？雪です。雪みたいに真っ白なので。本当ですね。人懐っこくて可愛いです。普段はそんなにじゃないんですけど、あなたには懐いてるみたいですね。あ、俺鈴木って言います。実は今日は読書もですけど、あなたに会いたくて。私にですか？はい。俺はうなずいたが、それ以上何と言っていいのかわからなくなり黙ってしまった。俺は最近人間不信だったが、彼女とは自然と話せる、そう感じたけど、いきなりそんなことを伝えても困らせるだけだと思った。言葉に詰まった俺を特に追求せず、吉田さんは俺の隣に腰掛け、ゆきちゃんを撫でながら静かに話を続けてくれた。ここは本当にいい場所ですよね。ゆきの散歩で毎日来るんですけど、いつもは夜なので。夜の海ってちょっと怖くないですか？天気の悪い日は少し、でも月が出てると波がキラキラして綺麗なんです。そうなんですか。じゃあ俺も今度は夜に来てみます。海がお好きなんですか？海がというか、自然っていいなと思って、心が洗われる感じがして好きです。と俺が言うと、吉田さんはキラリと目を輝かせた。それでは鈴木さん、キャンプに興味はありますか？キャンプはあまり行ったこともないです。車で山に登るのは好きですけど。すごく綺麗な星空が見られるキャンプ場があるんです。よろしければ私と一緒に行きませんか？え？急な誘いに俺は驚いてしまった。吉田さんの顔を見ると冗談ではなさそうだ。俺なんかでいいんですか？あなたと行きたいんです。実は私、アウトドア用品の会社をやっているんですが、初心者の方でも使いやすい商品をコンセプトにしていて、キャンプ未経験でレビューをしてくださる方を探していたんです。報酬はお支払いしますので、どうでしょうか？吉田さんはそう言って真剣な目で俺を見てきた。プライベートな誘いじゃないことに俺は落胆2割安心8割の気持ちだった。彼女とは不思議と話せるとはいえ、俺の人間不信が消えたわけではない。好きだから誘ったと言われるより、ビジネスのために協力してほしいと言われる方が今の俺には信用できた。無職の俺はスケジュール的にも問題ないし、金がもらえるなら一石二鳥だ。俺は二つ返事で彼女の提案を了承し、早速次の週末にアルバイトとしてキャンプに行くことになった。テントや寝袋など必要なものはすべて会社の商品を用意してくれたので、俺は自分の財布など最低限のものだけ持っていけばよかった。約束当日、最寄り駅まで彼女が車で迎えに来てくれた。ゆきちゃんも一緒に行くとのことで車に乗っていた。女性にしてはごつい車で、トランクにはキャンプ道具が満載だった。車用車かと思ったら彼女の自家用車だというので驚いた。初めてのキャンプなのでいろいろ迷惑かけるかもしれませんが、お願いします。いいんですよ。むしろ思ったことは率直に聞かせていただけるとありがたいです。それが私たちの商品の将来につながりますから。あ、でもそんなに気負わなくていいですからね。純粋にキャンプを楽しんでいただければ何よりです。バイト代をもらってるのにそうはいきませんよ。真面目ですね。と笑う彼女につられて俺も笑ったが、内心ドキドキしていた。
出会ったばかりの美人社長と泊まりがけで出かけるなんて、こんなシチュエーション初めてだ。キャンプ自体も初体験だし、今夜は何が起こるか全く予想できない。久しく感じていなかったワクワク感が俺の胸の中に起こってきた。キャンプ場は車で中まで入れるタイプで、芝生に車を止めるとすぐ隣にテントを張ることになった。俺は吉田さんにレクチャーしてもらいながらテントを張り、椅子やテーブルを広げ火起こしをした。バイト代をもらっているので俺が準備をするのは当たり前だと思っていたが、吉田さんは俺をねぎらい、食事の準備はすべてやってくれた。飯盒で炊いたご飯と肉とチーズのおかずは俺の胃袋をがっちり掴んだ。吉田さんとゆきちゃんと一緒に過ごす時間は最高に楽しく、あっという間に日が沈んで辺りは真っ暗になった。ゆきちゃんはテントの中で寝てしまい、俺と吉田さんは焚き火の前で二人きりになった。春先だが夜になると少し肌寒いなと思っていると、彼女がブランケットを出して俺にかけてくれた。ありがとうございます。吉田さんの分はないんですか？忘れてしまって1枚しか持ってこなかったんです。じゃあ俺はいいんで、吉田さんが使ってください。 いえ、そのブランケットもうちの商品なんです。鈴木さんが使って使い心地を教えてください。そう言われると困るのだが、女性は体を冷やしてはいけないと思い、俺はこう言った。じゃあ一緒に使いませんか？長さもあるし、椅子を寄せたら二人で入れると思います。ありがとうございます。そうさせてもらいますね。彼女はそう言うと椅子を俺のそばに近づけてきた。俺たちは一枚の毛布を共有して足元にかけ、寒さをしのぎながら満天の星空をゆっくりと眺めた。今まで忙しく働いていて、ゆっくり夜空を見上げる機会もなかった俺は、静かで広々としたキャンプ場の星空に見入った。静かに空を見ていると、嫌なことも辛いことも全部忘れられるような気がした。実際人間不信に陥っていた俺の心は、吉田さんと過ごすうちに回復してきたように思えた。会話がなくても彼女と一緒にいると落ち着くし癒される。無理に話さなくていいというのはこんなに楽なのかと驚いた。だけどだからこそ彼女には俺のことを知ってほしいと思った。星空を見上げながら俺は静かに打ち明けた。実は俺今結構人生のどん底というか悩んでたんですけど、この景色見たらすごく癒されて、なんだか救われました。吉田さんは星空から俺の方に視線を移して、静かに俺を見つめてきた。優しく続きを促されているような気がして、俺は言葉を続けた。察してるかもしれませんが、俺今無職で、彼女とも別れたばかりなんです。しかもその理由が、俺の一番頼りにしてた上司と彼女が浮気していて奪われたんです。本当にショックで、人間不信というかいろいろと嫌になってしまって。だけど吉田さんと出会えたおかげで立ち直れそうです。本当にありがとうございます。俺がそう言うと、吉田さんは静かに俺の手を握ってくれた。俺はもう以前のように彼女に対して人間不信を発動して怯えるようなことはなく、彼女の手を握り返した。実は私も鈴木さんに言わなければならないことがあるんです。何でしょう？我が社の商品には初心者の方でも使いやすいことに加えて、もう一つの指針があるんです。それは疲れた人を癒すこと。失礼ながら鈴木さんは何かに悩んでいる様子だったのでお声掛けしたんです。そうだったんですか。黙っていてすみません。初めから言ってしまったら気を使わせてしまうのではないかと思って。癒されたと言っていただいて大成功なんですが、騙すようになってしまいごめんなさい。
謝らないでください。理由は何だっていいです。吉田さんがキャンプに誘ってくれたことで俺は癒された。それは事実ですから。それにキャンプということを抜きにしてもあなたと一緒だと落ち着くんです。あなたと出会えてよかったと思ってます。私も鈴木さんがそう言ってくれてすごく癒されました。彼女はそう言って熱い眼差しを俺に向けてきた。いい雰囲気になり俺は彼女の肩を抱こうと手を伸ばした。うわ！その瞬間俺の膝の上にいきなり何かが乗ってきた。驚いてみるとテントで寝ていたはずのユキちゃんがいつの間にか起きて飛び乗ってきたのだった。俺と吉田さんは顔を見合わせて少し照れながら笑い合った。それから俺たちは友達になり、プライベートでもちょくちょく連絡を取り合うようになった。彼女と交流することで、俺は人間不信の気持ちが少しずつ薄らいでいった。もう一度社会に出て働き、人と関わって生きていけると前向きな気持ちになれた。それと同時に、彼女と付き合いたいという欲求が強くなっていった。無言で一緒にいるだけで癒されるような彼女となら幸せを築いていけるに違いない。無職の俺が社長に告白するのはカッコつかないと思ったので、まずは就活を頑張り、その間は彼女とは友達関係を続けていた。出会って3ヶ月後に俺は内定をもらった。やっと自信が持てるようになって思い切って告白すると、彼女も俺のことを好きになっていたと打ち明けてくれた。こうして俺たちは恋人同士になった。付き合って2年後には俺からプロポーズをして夫婦になった。ゆきちゃんを連れて新居に引っ越し、2人と1匹での新生活が始まった。結婚生活は順風満帆で娘も1人生まれた。俺は昔の人間不信をすっかり克服し、仕事でも家庭でも充実した日々を送ることができている。俺が立ち直れたのは彼女と出会えたおかげだ。これからもずっと一緒にいて支え合いながら生きていくつもりだ。これが俺たちの馴れ初めです。